どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私は伊丹空港に来ておりまして、本日はここからね、徳旅マイルキャンペーンで羽田まで3000マイルで帰りたいと思います。でですね、今4時半ということでフライトが18時ということで、まあ、このままねチェックインしてもいいんですけども、ちょっと展望デッキね見に行きたいと思います。いや、いつもね行きたい行きたいと思って羽田空港もねまだ行けてないんですけども、せっかくなんでね行きたいと思います。では行ってみましょう。いや、大阪めちゃくちゃ暑いですね、今日ね。よいしょ。階間違えた。階間違えましたね。全然わかんない。ここか、間違ってると思ってたら合ってましたね。いや、風がすごい。ちょっとねあれかもしれないですね、風がボーボー入っちゃうかもしれないですね。いや、気持ちいい。どうやって向こう側行くんだろうな。向こうかな。いや、初めて来ました。展望デッキに、まあ、こんな感じでねお店があるんですね。これは知らなかったです。お、ここにあれもありますね。よいしょ。こんな感じで、こちら到着出発両方見れるようにこちらに書いてありますね。私のはこれですね。あ、乗ってない。18時ですね。私はまだ乗ってません。へえ、すごい、いろいろあるんですね。お店もあってその間にあるんですね。いや、すごい、めちゃくちゃ暑い。あー、飛行機見れますね。飛行機見れる。テンション上がりますね。ちょっと遠すぎて今 GoPro なんですけど映んないと思います。もうちょっと開けた場所はあるのかな。ちょっと私も初めてなんでね、申し訳ないです。伊丹メインの方は何してんだって感じですよね。でもね、カメラ持ってる人がこっちから来たんで、多分こっちで合ってるでしょう。あ、吉本エンタメショップ、タリズコーヒーとかもあるんですね。あ、カメラ持ってる人たちがたくさんいます。合ってますね、ここで。おー、すげえ。あー、ここ気持ちいい。あー、テンション上がりますね。ドローン禁止って書いてありますね。上げちゃう人いるんでしょうか。あー、子供が遊べるスペースにもなってるんですね。はい、ということで、見えます？こっちの方が見えるかな。いやー、テンション上がりますね、これは。ここに JAL が止まって、その奥に JR とかもありますね。で、今離陸するんでしょうか、到着したんでしょうか、ちょっと分かんないですけども、奥に JAL もいますね。で、こっち側は ANA ですね。止まってます。いや、めちゃくちゃ気持ちいいですね。ちょっとお時間ある方はぜひね一回来てみてください。まあ、ほとんど来たことある方が多いのかな。ちょっと私は初めてだったんですけど、いや、すごい風だ。あの飛行機は到着したのかな。飛行機乗ってると全然こんなに大きい音とか気にならないんですけど、こっから聞いててもめちゃくちゃ大きい音するんですね。いや、楽しい。飛行機めっちゃ止まってます。一人ではしゃいじゃいますね、これね。はい、ということで、
いや、いいですね、ここね、子供連れてきたいですね。噴水みたいなのがあって、そこでね、水浴びみたいなのができるみたいですね。ということで、出発ロビー行きましょう。いや、私もね、飛行機の外観を見てね、機体が分かるぐらいまでね、なりたいですね。はい、今勉強中でございます。ということで、出発ロビー行ってきます。では1階に戻ってきました。2階でも大丈夫だったんですかね。まあ、伊丹空港はね、私も数えるぐらいしか来たことがないんでね、全然わかんないですね。 JFK 空港だったらもうちょっと詳しいんですけどね。あ、南ターミナルチェックイン ANA IBEX 書いてありますね。はい、それではチェックインしていきたいと思います。あ、ここだ、ここ、はい、やっぱり2階ですね。確かプレミアムチェックインが確か上にあった気がしますね。こちらもあれですよね、前回は前の動画でも言いましたけど、三井京都以来ですかね。ではプレミアムチェックインカウンター見つけましたので、チェックインしていきたいと思います。それでは無事チェックインできました。今回は18時発の羽田行きですね。 ANA36便9番ゲートの15時50分締め切り311でございます。ということで、ANA スイートラウンジに入れるんですけども、ちょっとね、クレジットカードラウンジって、私伊丹空港来たことないんで、ちょっとそちらをね見たいと思います。あ、スタバとかあるんですね、すごい。実はここも撮るの初めてですね。ANA フェスタとかもあるんですね。クレジットカードラウンジ探したいと思います。あるのかな。いや、ないってことはないもん。ということで、今ね、上の棟の現在地にいるんですけど、クレジットカードラウンジは全然調べてこなかったんですけど、伊丹空港って制限エリアにクレジットカードラウンジないんですかね。開いた。いや、恥ずかしい限りでございます。ちょっとなさそうですね。地図見てもね、ラウンジが指しているところは全部、クレジットカードラウンジじゃなく ANA ラウンジということでなさそうですね。ということで ANA ラウンジ行きましょうかね。はい、スイートラウンジ行きましょう。ということで、いや、大変失礼いたしました。行きたいと思います。恥ずかしい。いや、まさかないと思わなかったな。はい、いや、これ調べてこなきゃダメですね、本当に。やってしまいました、完全にやりましたね。あ、ANA スイートラウンジは奥ですね。それではね、ラウンジ出ました。搭乗ゲートを迎えたいと思います。今回は9番ゲートということで、どうなんですか、近いんですかね。持ったより人いないですね。もっといるかと思ってました。うん。で、ここが10番ゲート。 ANA からご案内いたします。 ANA 東京羽田行き36便は使用する飛行機を変更したため、一部のお客様の座席を変更。いや、今ね、飛行機めっちゃ見えますね。テンション上がります。ご迷惑をおかけすることをお詫びいたします。 As this aircraft has a different seating configurationでは、ね、9番ゲート到着しました。非常に近かったですね。では
どうしようかな、うん、ここら辺で待ちましょう。18時発ですね。こちらですね、36便、18時発。ではここら辺でちょっと待ちたいと思います。まだね、搭乗始まっておりません。では搭乗していきましょう。伊丹空港は右側と左側で分かれてるんですね。左側がプレミアムメニュー、右側は一般の方っていう感じなんですね。まあ並びは両方とも一緒ですね。それでは搭乗していきます。レインボーカラーになってますね。いやすごい。初めて見ました。では搭乗しました。今回は窓際が取れなかったんですね。ボーイング787ですね。 ANA 東京行き36便でございます。ドアが閉まりましたら携帯電話などの全ての電子機器は電波を発する状態ではご使用になれません。ドアが閉まるまでに機内モードなど電波を発しない設定にすべか電源をお切りください。また新型コロナウイルス感染拡大防止のため前のお客様と適度な距離を空けてご搭乗ください。ご協力をお願いいたします。ということで今回のモニター付きですね。で USB と音もあります。まあ行きと一緒ですね。こんな感じということで、もうしばらくはかかると思いますけど行っていきたいと思います。彼の空港まで行っていきます。また今日は羽田に近づくにつれところどころ揺れることが予想されております。そのため一般的なお客様にはミネラルウォーターをお配りいたします。どうぞご了承ください。サービスが行き届かずご迷惑をおかけすることをお詫びいたします。ということでサービスが始まるんですけども、珍しいですね。どこであるんですね。揺れが、ね、予想されるということで、ソフトドリンクの種類はなしと水だけの、ね、提供という感じになります。初めてですね。まあでも揺れるとなればしょうがないですね。飛行時間も短いですので、ね、それでドリンクサービス待ちたいと思います。クラスのお客様はフットレスト、レッグレストなどを元の位置にお戻しください。
手荷物は前の座席の下に置いてください。ということで、羽田空港到着いたしました。いやね、全部見せられないのは本当に申し訳ない限りなんですけど、飛行機降りる時ね、変わってましたね。今までね、あの機内安全ビデオの、オフシーンみたいな、オフシーンっていうのかな、あのメイキングみたいな、まあ、そんな感じで今までねやってたと思うんですけど、なんと葉加瀬太郎さん率いる、オーケストラバージョンに変わってましたね。いやね、鳥肌が立ちました。皆さん知ってましたかね。今日が7月11日で、聞いたところによると、変わったのは最近ということですんで、いやぜひね、皆さんも飛行機乗ってこれ、ね、楽しまれてください。どんな感じで導入されてるのかちょっと分かんないんですけど、いや本当にすごい良かったですね。確かね、 YouTube かなんかでも見れたはずなんで、よかったらそちらもね、概要欄に載せておきますんで、ぜひ見てください。ということで、羽田空港ね、到着いたしましたので、今回はですね、 ANA のトクタビマイルキャンペーンで、3000マイルで伊丹から羽田空港まで到着しました。で、映ってるかな、微妙かな、ちょっとね、今ここに飛行機ね、めっちゃ映っててすごい綺麗なんですけど、ちょっと反射しちゃって見えてないかもしれないですね。で、あれでしたね、飛行機の中レインボーになってましたね。私初めて見ました。あれもすごい綺麗でしたね。何だったんでしょう、あれは。知ってる方いたらぜひコメントください。ということで、今回の動画はですね、ちょっと簡単にはなってしまったんですけども、伊丹空港から羽田空港までトクタビマイルキャンペーン3000マイルで、到着しました。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。